はい、こんにちは。法華経第1講は、法華経第11章憲法等本の5つの教えですね。まあ、そのうちの3つを解き明かしましたと。5つの教えのうちの最初の3つは、仕組みを解き明かしてますと。仕組みを解き明かしてますと。それは、例えば、今、お釈迦様が弟子を下脱させて極界に連れて行きましたと。そして、まあ、法華経を解き明かそうとした瞬間に、まあ、塔が立ちましたと。この塔は何かって言ったら、入滅した如来の遺骨の集合体であると。遺骨の集合体だと言われても何が遺骨なんだって最初思うと思うんですけど、要するになんで遺骨かって言ったら、それはお釈迦様が、まあ、この仕組みですね、第一の教え、他方との第一の教え、第二の教えを、理解した、まあ、弟子たちにが、まあ、辞教を授けて、そして、その先行った先で、このぐらい完全な、正しい教えの白蓮に出会いました。本当に出会いましたと。で、それを読んで、このメカニズムが理解できた。弟子たちが如来になって、そして、自らも極外者主催して、そして、塔を建立して、辞教させて、他の塔も建立させます。如来を生み出して。そのすべての如来が無限に生み出されて、その、釈迦如来の、法華経から生み出されたすべての如来が、無限の如来が儒教を授け終わって入滅したその遺骨の守護体が他方塔であると。だから今、私の上にも他方塔が立ったんだよっていう。こういうメカニズムがこの、存在の中にあるんだよって。で、何もない信仰の中にはこうやってビッグバンが各世界にいる如来によって、弟子たちを極に連れてって極外において何もない宇宙の始まる信仰の中で無限に起こされてるんだよっていう仕組みをこのように、この最初の3つの教えで説明していますと。はい。まあ、こんなことを、アインシュタインも、ニールス・ボアも、シュレディンガーも、ハイゼンベルグも、スティーブ・ホーキングも、わかりませんと。わかるわけないと。カントも、ヘーゲルも、ソクラテスかプラトンも、ニッチェかサルトルも、こんなことわかりませんと。それはなんでかって言ったら、彼らには、正しい教えの白蓮がわからないからですね。これに出会ってないからですね。まあ、なんで出会えないか、出会えないって言ったら、如来に出会って、極限に連れてもらって、儒教を授けて、ビッグマンを起こして、この、下流化の世界に生まれてくれば、過去にいる、その西方の如来の第五の世界、これがあるのに、そこに行って、この正しい教えの白蓮に出会えないから、ダメなんです。それは儒教をもらってないから、この中に自分は儒教をもらったから、出会えてんだよっていうのが書いてありますね。で、自分も如来になって、塔を建立して、さらに他の塔も建立させろっていうふうに、この教えが、すべての如来たちが保有したこの未来完全な悟りがあって、この完全な悟りに従って、他の如来たちも儒教を授けて、宇宙始まりの同じ瞬間同じ場所において、儒教を授け続けていると。はい。まあ、あなたの未来性の如来もそこで儒教を授けているっていう。まあ、もしかしたら私はあなたの未来性の如来が、儒教を授けた弟子の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 弟子あたりが如来になって、まあ、その人から私は儒教をもらっているのかもしれませんと。はい。こういう仕組みですね。憲法等本第5つの教えのうちの第4番目ですね。はい。実に他の諸々のブッダの国土において、私、ブッダ世尊たちのこの正しい教えの白蓮という本も解かれるとき、まあ、他にたくさん如来がいますと、他方と、一つの集合体としての、ユーズ無下の、無限の世界の集合体としての、本当の他方とですね、まあ、この中にはあちこち如来がいますと、その如来がどこで、まあ、どこだし、極界の一つの場なんですけど、うちの真空の場で、ブッダ、セゾンたちのその他諸教の白蓮が解かれるときに、私のこの禅宗を祀るストゥーパをして、その正しい教えの白蓮という方も聴聞するために、それらの如来のもとに赴かせしめようと。まあ、真空は各如来が他の世界で、儒教、法華経を説くときに、そこの上に、立つと。他方塔がそこに立つと。さらに、それらブッダ世尊が私の全身のストゥーパを開いて四種の回収に示そうとするときと。まあ、要するに、各如来たちっていうのは、自分の上に立った塔の扉を開きますと。そうすると、その中には何があるかったら、何もない真空っていうのは、まあ、すべてのブッダの法華経から生まれ、すべてのブッダの儒教から生まれた。で、みんな如来になって、その、如来たちが儒教させて入滅した、その遺骨の集合体であるってことを、ストゥーパを開いて、みんな如来たちは四種の回収に示すんですよ。
こういうことをここで言ってますね。まあ、こんな例えがわかる人とか、これが真理だっていうふうにピンとくる人ってのは過去世で素晴らしい行いをしてますね。また疲れた時にお宿を貸し、乾いた時にはお水を差し上げ、そして、王様に生まれた時には仏教の教えを保護し、そしてそれを自分たちの会所に広め、そして、最末法の時代にそれを伝えた王様たちですね。まあ、今朝された如来、実は十方のそれぞれ異なるブッダの国土には、それぞれの如来が、他方如来の体から今朝した如来が分身がたくさんいると。そして互いに異なる名前でそれぞれのブッダの国土において衆生たちに教えを説いていると。まあ、それらが、そのすべての如来が、を周回に参集させた上で、その後で彼ら、体から、私の他方如来の体から計算された如来の分身と一緒に、この私の全身を祀る諏訪を開いて、四種に示すべきであると。まあ、法華経を説くと、憲法塔も、他方塔が立つと。さらにその他方塔の扉を開く前に、まあ、その、如来から、釈迦牟尼の法華経が広がった世界ですね。まあ、その世界ってのは、ここもその一つですね。その一つであると。その他方塔が、立ち上がったそのお釈迦様の法華経を聞いて、如来になって、さらにそれが広がって、他方塔以外の法華経が広がった世界がありますと。まあ、その世界がいっぱいあって、まあ、そこで、この法華経を読んで、お釈迦様の虚空会に参加している、如来と菩薩たちを、そこに集めてくると。その後、塔の扉を開いて、その全体像を見せなさいっていうふうにここで言ってますね。そういうわけで大教説よ。十方のそれぞれ異なるブッダの国である幾千もの世界にあって衆生たちに教えを説いている、他方如来の体から消された多数の如来の分身、その全てを私をまたこの集会に来させねばならないと。お釈迦様の上に立った塔が立ったと。その中を開くと。そうすると、お釈迦様の教えから如来になった無限の如来の遺骨だけの他方塔だけではなくて、その他の全ての他方塔も全て集まった塔を扉を開けて、それを見せる前に、他の、このお釈迦様から法華経が広がった世界の如来たちも全て集まってくると。その如来たちには大菩薩2、3人がくっついてるって言いましたね。大菩薩2、3人がくっついてるってことは、まあ、この世界もお釈迦様のこの法華経が広がった世界の一つで、まあ、我々は他の世界からお釈迦様を、この法華経を通してお釈迦様の虚空会を見てる。如来の、と、その2、3人の弟子たちの一人ですと。まあ、2、3人の弟子ってのはこれ、あれですね、三人僧のことですね。かつて、もう、他の世界で授業をもらって、まあ、私の末法の時代に、私を正法として、私の末法の時代に、自分は如来になると。私の教えから如来になりたいからって、わざわざこの世界に来てる。三人僧ですね。まあ、これが第4の教えになります。第4の教えになりますと。まあ、要するに、如来っていうのは、お釈迦様から生まれた、融通無碍の世界以外にも広がってる世界がたくさんあって、その如来たちっていうのは、この法華経を通して、お釈迦様の虚空界を眺める、まあ、ビジターの如来として参加してます。ビジターの如来と、そしてその、二三の大菩薩がくっついて、参加してますと。その如来たちも、如来と弟子たちも集めてから、この虚空界の扉を開くっていう、こういう意味がわかりますかこれ。要するに、この虚空界を開くと、もう、お釈迦様から生まれた融通無碍の世界の入滅した如来たちだけではなくて、一根の塔だけではなくて、もうすべての塔が完成された、すべての脈で生まれたものが完成された、もう真空全部。融通無碍の世界がすべて集合した、その、姿ですね。それを塔を上げて見せる前に集まってくると。まあ、こういうことですね。まあ、この例えを読んで皆さん理解できるでしょうか。今日は以上です。